今回は龍ケ崎市喜多方町から JR 常磐線讃岐駅までご案内いたします。県道4号線喜多方交差点を右折して県道209号線を行くと押戸船着き場跡があります。田んぼの中の道を行きましょう。この辺りは江戸時代はじめ香取の海と呼ばれ広い内海でした。須藤堀町です。ここに須藤堀の一里塚がありましたが、昭和の区画整理で消滅してしまいましたが、その一部がこのように記念に残されています。道なりに行くと長沖新田町です。ここに天神社があります。県道4号線を渡りまっすぐ歩きます。ほどなく八坂神社が見えてきます。神社の前を右折すると元の小貝川があります。大正時代に小貝川の流れを変える工事をしました。その時残った三日月湖です。そのまま行くと小貝川の土手に出ます。道なりに歩きます。星宮神社があります。ここは紅葉寺というところです。鹿島神社の手前約50メートルのところに紅葉寺の一里塚があったそうです。県道5号線を渡り関東鉄道龍ケ崎線の踏切を渡ります。しばらく行くと慣れ芝小学校となります。慣れ芝小学校の脇に大きな道しるべがあります。ここで水戸街道と合流します。道なりに進むと大通りに出ます。左折すると JR 讃岐駅です。